ジャンルネレモンディスナールは、フランスカンヌ出身の男子、プロテニス選手ランキング自己最高位はシングルス84位、ダブルス171位。現時点では、ATP ツアーで、シングルスダブルスともに、決勝進出はない。身長173センチメートル、体重68キログラム。右利き。もともとは、フランス国籍の選手として活動していたが、 プロ転校後はモナコに国籍を移している選手である。理学療法士の父と料理教師の母の間に3人兄弟の長男として生まれたリスナールは6歳からテニスを始め、1997年プロ入り。ジュニア時代にはフランスのミカエル・ロドラと組んで出場した1997年、全米オープンジュニアダブルス部門で準優勝を遂げている。 プロ入り後は100位台での停滞が長くなかなか勝ちきれない時期が続いたが2002年に ATP チャレンジャーツアーで3度の準優勝を果たし勢いに乗ると2003年にはシングルス自己最高の84位をマークした4大大会では2005年全豪オープン男子シングルスの3回戦進出が最高成績である予選から勝ち上がったリスナールは2回戦で 第14シードのセバスチャン・グロジャンに1から6、4から6、6から3、6から4、6から3の逆転で勝利した。3回戦ではフィリップ・コール・シュライバーに5から7、3から6、2から6で敗れている。モナコ公国はテニス選手をはじめ多くの富裕な有名人が今日構えている保養地としても知られるが、逆にモナコ国籍で国際的な活躍を果たした。 スポーツ選手は、モータースポーツ界の類ロ論を筆頭に、数えるほどしかいない。そんな中、リスガールは、モナコのナンバー1選手として、活躍を続けていたが、2013年4月の、デビスカップを最後に公式戦出場が途絶えている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。